突然なんですが、仙台のですね、とある古着屋さんに入ったら、ちょっとね、我慢できずいろいろ買っちゃったので、お店の方に急にお願いして撮影させていただいています。どうもありがとうございます。急な。ありがとうございます。すいません。こちら仙台のメロークラシックですか？はい、メロークラシックです。メロークラシックさんというですね、はい、あの素敵な古着屋さんで結構前からありますよね。あ、そうです、25年くらいあるんです。25年ぐらいやってて初めて来たみたいな感じで、あのお店に入ってきたんですけど、実は私何年前、もうかなり前に、あのテレビ番組で取材させていただいたことがあって、ディレクターで、あの今時 TV だっけかな、トヨタエリーさんっていう、はい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 、覚えてます。あ、その時対応していただいてましたっけね。はい、当時、はい、いました。その頃私そこまで古着に、ファッション番組やってたけど古着に興味なかったので、可愛、はい、いなと思って、はい、まあ出演する方に来ていただいてたんですけど、はい、今はねちょっとあの自分が買う立場で、はい、で時々チラッと見てて、はい、なんでこんなに安いんだろうって思ってお店見てて、はい、まあ古着って高騰してるから値段高いもんだと思い込んじゃってますけど、はい、なんかすごい買いやすいお値段でいっぱい出てて、かつ今日なんかはセールやってるんですか？あ、そうですね、ちょうど12月からセールが始まって、うん、はい、そうですね、割引になってました。全部 10% オフの2点買うと 20% オフ、はいはい、あ、全部 10% オフでいいんでしたっけ？洋服が全部 10% オフ、なんでもですね、ヴィンテージも、はい、いつまでそれやってるんですか？まあ、今月いっぱい。12月いっぱい、はい、じゃあ私なんか買ったんですけど、後で紹介するとして、お店がどんなお店かちょっとお話していただいてもいいですか？どんな古着屋さんっていうと分かりやすいですかね？うちですとやっぱりこう長くやってるので、昔ながらのこうプライスで、こうなんでしょう、ヴィンテージとかレギュラー古着、いろいろこう楽しんでいただく、安くこう古着を楽しんでいただくっていうのをコンセプトにやってます。そうですよね、はい、やっぱり安くうちのおすすめで入ってくるのはヴィンテージのシャツ類が結構、ボックススタイル5、60年代のボックススタイルシャツとかが、ペントルトンも全部お安く 4,5 千円で、お出ししてました。ペンドルトン、いつぐらいの、70年代のペンドルトンが、はい、あ、税込み6,490円、はい、これが今セールで、はい、割引になってて、はい、1点でも 10% オフでいいんですか？はい、はい、そうです。で、2点買ったら 20% オフ、はいはい。シャツ以外だとどの辺かな？そうですね、あとはバブアね、バブは結構あるなと思った、はい、コンディションもあるんですけど、まあ、1万円台、2万円しないぐらいでは、はい、お出ししてます ね、 ね、うん、結構いいんじゃない、うん、そんな詳しくないから何がいいかは言いませんけど、でもお手頃ですよね、多分ね、はい、最近の相場にしたらお安いの方かなと、まあ、それに限らず、まあ全体的にあんまりね、お値段が安いことばかり強調してもあれなんで、もう品揃えもいいけど、そんな中私が買ったのは犬のしーちゃんの散歩、私犬飼ってて、はい、犬の散歩用に、はい、まあ、最近コーデュロイパンツをね、はい、買い集めているんですけど、はい、で何本か履かせていただいた中でこれ最高で、後で履きますけど初めて買いました、エディバウアー、うん、まあいいんだろうなと思いましたけど、うん、履いたことなくて履いてみたらすっごい形綺麗で、シレッタが、はい、でかつお値段がこれ3,900円、税込みの4,290円、まあここから 10% 引いてもらえるんだけど、なんと2点買ったらもうちょっと 20% オフになるってことで、もう1点買っちゃったんですけど、あそこにありますね。まあスウェット、ヴィンテージスウェット集めてるんで、半袖なんですけど結構大きいなと思ったんですよ。60年代の、まあ、タグはついてないけどもでかーと思って、サイズで、コンディションもいい感じにちょっとダメージが入っていて、これいくらだと思いますか？60年代のこのサイズってね、え、半袖とはいえ 2,3 万してもおかしくないなと思いきや、え、12,800円、税込みでも 14,080円、なんとこれ2つ買ったら 20% オフっていいですか？本当に、はい、ありがとうございます。大サービスね。12月いっぱい。そうですね、え、はい、年末いつまで営業されてるんですか？30日まで、はい、12月30日までということで、はい、皆さん、まあ、仙台の方はもちろんね、なんか遠方から来るお客さんとかいるんですかね？結構いらっしゃいます、はい、ということなので、うん、はい。
いやー、いい買い物した。いい買い物したということで、早速今買ってきたこちら紹介したいところなんですが、これが届きまして、ちょうど届きまして、これも開封したいんで、セカンドストリート、今15日まで、日曜日までかな、セカンドストリートウィークとかやってて、ファッションアイテム、衣料品が大体、全部ではないんだけど、大体 20% オフのものが多いということで、私もその中の1個ポチったんだけど、これがまた大成功っていうのも、そのセカストウィークが始まる前から狙ってたのね。で、なぜか、その 20% オフのセールが始まる前から、定価の 33% だったかな、30何%オフで出てたの。5万いくら、ほぼ6万円ぐらいで出てたやつが、30何%オフで、3万8000いくらになってて、でもね、セカストウィークが始まるから、もしかしたら他にもっと欲しいものが安くなるかもしれないなんて思って、欲しいんだけど一回置いといたやつが、セカストウィークが始まって、オフ率見たら、20% オフに戻ってて、だったら 33% オフの時にポチっておけばよかったと思ったんだけど、よくよく見たら、もともと 33% オフになってたやつから、さらに 20% オフってことなの。だから、セカスト初めてそこのサイト、そのページ見た人は、ああなんだ 20% オフかって思うかもしれない。けど、実際は、すでに30何%オフになってたやつから、20% オフになったんで、もう半額近くなってるっていうことで、ちょっと長々と喋ってる場合じゃないんで、開けましょう開けましょう。まあ中身は何かと言われれば、まあそうなんです、いつもの例のあれなんですけれども、はい、こちら、まあ未だにスウェット、ヴィンテージスウェットを漁ってるわけなんですが、セカストでね、欲しいものリストにダーッといっぱい入ってるのよ、ヴィンテージのスウェットが。そん中でもこれ気になってたやつなんですよね。はい、こちらなんですけど、一応カレッジものになるのかな、カレッジはカレッジでもハンターカレッジということで、大学とかだと自分で通ってたわけじゃないのに、一流大学のやつとかちょっと恥ずかしい気がしてできないんだけど、着れないんだけど、ハンターカレッジだったらさすがに通ってる可能性少ないから、まあちょっとファッションとして自分の中で言い訳が効くかなと思って、でこれがもともと5万いくら6万近くしたのかなっていうのも、推定50年代のスウェットで、まあセットインスリーブね、で、タグはついてないんだけど、いい感じのまあ味がダメージが入っているんだが、それほどね、なんか致命的なっつうか、汚れとかでっかい傷みたいなの、破れみたいなのはないということで、あ、ごめん。おっと、しーちゃん。はい、しーちゃん、これはこれで大事、あ、しーちゃんが買ってきたスウェットをもぐもぐしてる。もぐもぐしてるけど、まあいいや。じゃあ、これはこれで、また、スウェットね、これ以外にも、実はちょっといっぱい買っちゃってるんで、まとめてスウェットを紹介する動画をまた作りますけど、だからセカストウィークね、その安くなってたやつから 20% オフになってる可能性あるからってことで、しーちゃん。はい、もうダメだ。ここまで。はい。すいません、お待たせしました。仙台で、仙台の隠れ家的な古着屋って言ったら失礼なんだけど、もうだいぶ昔からやられている老舗に入る古着屋さんだと思うのね。まあ、隠れ家っていうのは失礼なんだけれども、いわゆる街の中心からは、ちょっと外れたところにあるのよ。仙台の人だとわかるかもしれないけど、大学病院の脇を抜けて、北山トンネルに向かっていく途中の、まあ右手の方にあるんです。まあわかんないですよね。まあ仙台の街中から歩いていくのはちょっとしんどいかな。でもタクシーで1000円2000円かけて行ってもそうはないぐらいの、まあお値段設定というか、お店の方もおっしゃってましたけど、高いものを入れることはできるけど、うちのお店っぽくはないと。メロクラシックさん的にはやっぱ昔ながらの価格で楽しんでいただける古着を揃えてるっていうことなので、安くていいものが本当に手に入るっていうことで、まずこちらですね、まあ、これ紹介したばっかりでなんなんですけど、こちらもヴィンテージスウェットで、こちらはだいたい60年代のやつじゃないかっていうことで、60年代で何がいいって、こんだけでかいゆったり着れるサイズで残ってるっていう、だいたいもう縮んでピチピチでさ、丈もツンツルテンで
それでもいいと、私はそれでもヴィンテージスウェットはそれでなくちゃとかと思って着てるけど、コーディネートによってはやっぱりゆるっと着た方がパンツとハマる時もあるわけだから、こういうのも持っておきたいって思った時に、このぐらい60年代のこんだけでかいやつだとまあ3万4万してもおかしくないから、これなんと定価が1万3000円か4000円だったでしょ。でそっから今回 20% 引いてもらって、まあ1万円ちょっとですよ、1万円ちょっとでこんだけ程度のいいサイズのゆるっとしたものが手に入るっていうのが、いやどうだろう、まあ今は高騰してるからなかなかないって言っちゃうけど、本来はそういったものだったのかもしれないけどね。ヴィンテージとはゆえスウェットでさ何万円も払うものじゃないかもしれないけど、今欲しいって思うんだからさ、また安くなるのを待ってるわけにもいかないし、ということで、こちら1万ちょっとで買わせていただきました。暖かくなったらまたこれガンガン着たいななんて思っております。そして本当はここお店にね立ち寄ったっていうのが、コーデュロイのパンツを探しに入ったんです。もう何回も言ってるけど、ユニクロ U の今季のコーデュロイパンツが良すぎて、この間高円寺に行ってさ、昔のユニクロ U のパンツも掘り当てたりとかしてたけど、あとプラス、まあ今も履いちゃってますけど、これですよね。これは名古屋のフィートで、ポチった、オンラインでポチった、ものすごい太うねのコーデュロイパンツ、特にどっかのブランドっていうタグがついてるわけじゃないんですけど、この形がもう最高に良くて、オンラインでよく自分にこんなにぴったりハマるサイズのものがポチれたなと、長年やっぱポチってきただけあるなと、自分で自分を褒めてあげたいっていうパンツなんですけど、どん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 コーデュロイパンツが欲しくなるわけ。メロークラシックさんに入ったら、まあるわけですよ。全部安いのね。グッドレギュラー的なものの値段の相場っていうのをそんな詳しくないけど、そんな俺でもこれその半分ぐらいの値段で出てねみたいなのがあって、4本ぐらいかね、ガバッと持って試着室入らせてもらって、ダントツこれが、まあ、たまたま俺の体型とかサイズに合ったのかもしれないけど、エディ・バウアー、年代的には白タグって言われるやつですかね。だから90年代からのやつなので、そこまでヴィンテージっていうことではないと思いますけど、ベーシックなものっていうのはやっぱどうしても自分のスタイルに合わないので、あえて行かないっていう感じだったんだけど、今回まあコーデュロイのパンツ探してるっていうのは主にしーちゃんの散歩をする時のために探してるので、奇抜なもの、デザインが凝ったものっていうよりは、あったかくてさ冬の散歩に向いている、で形が綺麗でみたいに探してたら、しーちゃんの散歩どこじゃなくて、もう普段からおしゃれに履きたいやつを見つけたんですよ。サイズが、ウエスト34のレングスが30ですかね。ちょいゆるだけど、まあベルトをしてちょうどいいっていうか、まあちょいゆるぐらいがいいよね。こんなにパンツ綺麗な形なやつ、コーデュロイでここまで綺麗に出るんだ。特に俺が気にしてるのは、パンツ履くときにね、お尻から膝の裏に行くとこのラインなんだよね。前からとか横からとか見て綺麗だとしても、ここが余計に余ってたりとか突っ張った感じになって、ここだけ窮屈だよねみたいな感じになるのが嫌なんだけど、これは本当に動いた時のこのラインが超綺麗で、でお値段ですよ。さっき履いてたあのフィートで買ったコーデュロイパンツ、あれね1万円前後だったのね。それでも安いって思ったのに、一応あれはねノーブランドで、こっちはエディバウアーだよ。だけど3000円ちょっと俺はちょっとびっくりしたね。ということで、まあ、今回メロークラシックさん、まあ、前から知ってたお店ではあるけども、まあ、古着って、まあ、高騰している古着がね欲しくなるっていうのは人間の心理として、まあ、自分もあるかもしれないけど、そんなのばっかり買ってたらさ、やっぱりお財布が持たないわけで、まあ、中にはこういうやっぱ掘り出し物を見つけるっていうのも楽しいよねって、当たり前のことでしょ。そんなことさ今更言うなって話なんですけど、今回本当に嬉しかったのよしーちゃん。やっばーい、やばいやばいやばい、これ届いた、これがあれです。ライブで5つこの間のライブで自分へのクリスマスプレゼントをポチったんで、楽しみにしててくださいって言ったやつが届いた。まだクリスマスにはちょっと早いけど、早く
開封したいんで、これ今晩、月曜日の夜に開封、ライブで開封したいと思います。早く開けたい。 Hit it!